皆さんおはようございます。大です。ここはですね、午前2時50分の JR 田端駅北口なんですが、今回は品川駅線路切り替え工事に伴い爆誕した京浜東北線の初電田端発各駅停車田町行きに乗ってきたという動画でお届けしてまいります。本日11月16日っていうのは、京浜東北線北港と山手線内外回りの田町品川間が高輪ゲートウェイ経由に線路が切り替えられるんですよね。そのため京浜東北線は初電から終電まで終日田町品川間で運転を見合わせ、田町品川でそれぞれ折り返し運転をするんですよね。今回は運転見合わせ区間北側の初電に乗っていきます。で、ちょっと暗くて見えにくいんですが、現在田端駅北口っていうのはシャッターが閉まっていて中に入れないんですよね。なのでシャッターが開くまでね、少し外で待ちましょう。さて、シャッターが上がりましたね。それでは目の前の券売機で田町までの乗車券を購入しましょう。田町までの乗車券は200円ですね。お取り忘れにご注意。さて、田端駅北改札口までやってまいりました。早速ね、先ほど購入したこちらの田端から200円区間の乗車券で入っていきましょう。京浜東北線の南港、上野、東京、横浜方面っていうのは4番線から出るんですが、この田端駅にはですね、列車の発車案内表示板がないんですよね。なのでとりあえず4番線ホームの方に移動しましょう。ということでね、4番線ホームやってまいりました。ちょうど4番線ホーム側にはですね、回送列車が通過していきますね。この列車が通過した後に田端始発田町行きがやってくるみたいですね。でもですね、よく見ると4番線の列車発車案内板、各駅停車大船になってるんですよね。行き先表示大船となっておりますが、本日品川駅切り替え工事に伴いまして田町折り返しとなっております。4番線の列車でございますが、本日田町行きでございます。4番線の列車は田町行きでございます。本日品川駅切り替え工事に伴いまして4番線の列車は田町行き折り返し運転となっております。ということでね、4番線には4時25分発京浜東北線南港、各駅停車田町行きがやってきましたね。こちら JR 東日本の E233系1000番台です。早速ね、乗車していきましょう。田端駅をね、無事発車してすぐにね、お隣の駅西日暮里駅に到着したわけなんですが、やっぱりね、田町っていうね、あの行き先の音声を聞くのはね、やっぱ珍しい気がしますね。田端のお隣西日暮里駅です。この駅もね、列車発車案内表示板がですね、大船になってますね。
現在上野駅なんですが、8番線にですね、普段常磐線で使用されている E231系0 番台の上野発品川行きが停車しているんですね。こちらはですね、線路切り替え工事に対応した増発列車なんですかね。山手線の運転はございません。4番線の電車ご乗車ください。4番線川中に発車いたします。ドア閉まります。この電車は京浜東北線各駅停車田町行きです。次は有楽町、有楽町、お出口は右側です。次は終点田町、お出口は右側です。京浜東北線川崎横浜方面と山手線渋谷新宿方面はこの列車です。ということでね、終点田町までやってまいりました。乗ってきた電車はですね、回送列車として一度浜松町寄りの引き上げ線に移動した後、1番線に入線して田町始発各駅停車大宮行きとなるみたいです。いやー、てっきりね、田町折り返しということでね、山手線のホームを利用して折り返し作業するのかなと思ったら、4番線に入線して引き上げ線移動して1番線に入線して大宮行きとして運転するっていうね、わざわざ手間をかけたね、折り返し作業をしているみたいですね。京浜東北線の南港書店田畑発各駅停車田町行きの動画いかがだったでしょうか。普段はね、田畑発大船行きとして運行しているこちらの列車なんですが、本日ね、品川駅線路切り替え工事のためこの田町止まりとなっているんですね。この後ね、田町行き撮影される方、お気をつけてね、行ってきてください。またね、この田町から品川移動する際、歩いていくか浅草線に乗っていくか、もしくは新橋まで移動して東海道線に乗るという手段しかないのでね、そこだけは気をつけてくださいね。じゃあこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。